今回インタビューするにあたって同年代の友人たちにいろいろ聞いたところ、うん、選挙に行くインセンティブが働かない、うん、ということをよく聞きました、うん、それについて若者が投票に行かないことを率直にどういうふうにお考えでしょうか、うん、若者が投票に行かないこと、自分自身が若い時を振り返っても政治家になりたいなという気持ちはあれども、そういう政策的なこともあまりまだよくわからないという意味ではね、本当に自分が一手一票投じて何か意味があるのかみたいなことは、まあ、自分自身もね思ったことがあるっていうのを覚えてるんでね、うん、そういった意味ではなかなかそんなにね喜んで投票に行くとかね、そういうことではないっていうのは、まあ、しょうがないかなと思いますけどね。それこそ人生100年時代、今20歳の若者がいたら80年間日本や世界と関わるわけで、この国の舵取りを行うその政治の世界に対して今からいろいろ関わっていくっていうのは本当は一番やってほしいことだし、政治の側もいろいろやれるべきことがあると思っていて、例えばオンライン投票を可能にする、こういうようなことをやれば今の若い人ってワンクリックで、ね、本が届く、弁当が届く、そういうようなこう便利な時代を過ごしていて、投票の時だけ行ったことがない小学校とかそういうところに行ってくれとね、その投票の時だけどこかに出向かなきゃいけないっていうのは多分なんか生活スタイル的に違和感があるところだと、まあ、僕自身昔から国会に来てからずっと言ってたのはオンライン投票を実現するべきだ、こういうような形でよりね便利な投票なんかを実現するともっと若い人来てくれるんじゃないかなと思ってます。僕ら若者っていうのはやっぱり数が少ない、うん、そのお年寄り世代に比べて数が少ないということで、うんうん、投票に行ってもそういったお年寄り世代に勝てないから行っても無駄じゃないかというふうな考えが蔓延してるかなと思います、うん、まあ、こうした考えっていうのはどういうふうに受け止めなさったっていうか、まあ確かにね、人口ピラミッドで見ても年配者の人口比率というのはね大きいわけで、確かになんか若い世代っていうのはやっぱりこう少子化って言われて、なかなか世代としては人が少ないということでそういう心配になる気持ちもあるかもしれないけど、間違いなくその政治の世界の人たちは一人一人の投票行動を見ていて、例えば過去の国政選挙と比べて若い人たちの投票率が高まっているとか、こういうようなことが数字で出てくることがあればね、それは若い人たちに対してももう少し政治としてね取り組むべきじゃないかというのを投票を意識するような人からも生まれてくるし、実はやりようはいろいろあると思っていて、もっと若い人たちはそこら辺のところを果敢にチャレンジしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。例えば SNS とかでいろいろな若者政策を喚起してみたりして、あと投票に行こうっていうのをみんなでバズワードのように流行らせて投票率を高めたりとか、そういうこと一つだけで政治の世界っていうのは本当に世論調査の数字とかも気になるし、非常にね感度を高めていろいろな世の中の変化、そしてそれこそ若い人たちの声なんかも拾いたいなって気持ちは持ってるんで、ネットなんかを使ってうねりを起こすことっていうのはチャレンジしてみると意外に若者政策が通ったりするんで、そこはなんか狙っていってもらってもいいんじゃないかなって気がしますよ、ね、この参議院議員として政治の中から見られて、うん、まあ、実際その政治家の方々っていうのは我々若者に現状目をかなり向けている状態だというふうにお考えということでしょうか。そうですね、幼児教育保育の無償化とか高校の授業料無償化とか、あとは給付型の奨学金とかもどんどん出していこうじゃないかと、こういうような形で未来を担う若者たちがしっかりと世の中で活躍するための環境づくりをしようっていう、これはね、まさに若者に向けてるのであって、あと子育て世代に注目してるっていうのもあったりするので、子育て世代40代以下の人たちに対しての注目度っていうのは自分が国会にいた6年間だけでも非常にさらに高まってきてると思うし、大きなトレンドとしては結構若者に目を向けてるなっていう感じはしますね。今回参議院議員一度引退なさるので、うん、引退なさった後、うん、土井さんはどんな風に政治と関わっていく予定でしょうか。国家観や公共心というのはね、おかげさまでこの6年間の政治活動でいろいろと感じさせてもらったところがあるので、これからのね人口が減少していくこの日本をねもう一度再起させるために自分としてできる限りのことをやりたい。そのうちの一つとしては成長戦略、この経済がやはり伸びやかに成長していく、そういうような新しい産業が生まれる、こういうような社会というのがこの日本には非常に今必要なことなのかなと思ってるんで、僕自身がそういう成長戦略の重要な担い手になるような、つまりは日本を代表するようなね企業を作って日本
やれるぞというのを、まあ、背中で見せて、野球選手だったらメジャーリーガーに行った大谷とか、ああいうゴルフのねマスターズで優勝する松山とか、まあ、こうやっていろいろスポーツの世界では出てきてますけれども、企業経営者も世界に出てくるような会社を作ると、こういうようなことなんかを自分自身で実現してね、日本人に勇気づけていきたい。あの実は企業経営者としてそういう経済活動を一生懸命頑張ることも含めて、僕は日本全体の日本の未来のために行動している政治家なんじゃないかなと思っているし、あとは政治に直接関わるという意味では起業家でね、政治に興味ある人たちをどんどん、まあ、政治の世界に送り出していく、こういうようなサポートもしていきたいな。あとは政策提言、自分自身もあのこの日本はこうあるべきだということに対して、例えば人口が今減っていくっていうのをみんな当たり前に思ってるけど、人口が増える社会っていうのを50年後に作るとかね、こういうことなんかあってもいいわけで、そういうこう起業家としてのクリエイティビティやゼロから何かを生み出したりとか、常識とは反対側のアプローチで社会を良くするような、この発想を生かして日本のそういう自分なりの処方箋、こういうふうになればこの国は良くなる、もっと輝けるっていうことなんかは今後も継続的にやっていきたいというふうに思っています。本井さんご自身は次の参議院選が7月に控えているかなと思いますけれども、うん、投票に行かれますか？まあ、もちろん投票にね、うん、行きますよ当然、まあ、やっぱり自分で応援している人もいますし、そこはまあ投票にさんねするっていうのは国民にとっては大事な行動だと思う。やりますね。次の参議院選には行くべき、うん、まあ、当然行くべきでしょうね。参議院っていうのはね、任期制の中でどの党が過半数を取るか、与党が過半数を取るかどうかとかで日本の政治状況が大きく変わっていくということなんで、この国の未来を作るためにはね、成果はちょっと見出しにくいかもしれないけど、やっぱりこの一票一票の積み重ねで一人の国会議員が生まれて、どの党がどれだけ議席を獲得するかっていうことにつながってるんで、こういう大きな選挙のタイミングは一回ね行くっていうことによって日本の政治を考えてもらえるいい機会になってもらいたいっていう意味ではね、ぜひとも一人でも多くの人にね投票に行ってもらいたいな、そういうふうには思いますよね。はい、お過ごしながら貴重な時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。